おはようございます。世界で一番短い聖書のお話をしたいというふうに思います。今日は昨日に続いてロマ書の8章の28節です。こう書いてあります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。これは素晴らしい言葉です。私たちの人生のマイナスの部分を主が働いてくださって益としてくださる。私たちが神様を信じ、そして神様に従うときに、神様はその特別な恵みを与えてくださるという、そのこの言葉です。昨日はこのことの一部のことを言いましたが、さらに私はこのことを通して体験した恵みを皆さんに明かししたいと、このように思います。で、私はですね、中学校の頃から短歌をやりたいと思っておりました。そして歌人になろうとしたんですね。それで一生懸命短歌の勉強をして歌を作っておりました。しかしある時失望したんですね。どうして失望したのかっていうと、短歌では生活をやっていくことができないということが分かったからです。それでがっかりして私は詩に移りました。しかしすぐまたそれにも失望しました。それはどうして失望したのかっていうと、詩では経済的にやっていけないということが分かったからです。それで最終的に小説に移ったんですね。ですから、学生時代ですね、私は図書館で勉強してとともに小説を書いていたんですね。そして、その時思ったことがあります。それは何を思ったのかっていうと、小説が売れない限り私は人生で何の役にも立たないことをやっているのかもしれない。もちろん前にやっていた短歌も詩も、何の役にも立たない、そういうことだったわけですね。で、売れなければ人生の無駄をしていると私はそう思いました。そしてその後私はクリスチャンになったんですね。そしてですね、その文学とかそういうことも捨てました。そしてクリスチャンの歩みをした時に、牧師に導かれたんですね。この言葉は、主を信じ従うならばっていう言葉です。主を愛し従うのならば。で、神様に従った結果、無駄だと思ったことが益となってくることに気がついたのです。一つはメッセージっていうのは、小説、短編小説ぐらいの小説みたいなものなんですね。ですからそのメッセージを作成作るにあたって、導かれるにあたって、実は私は非常に有利であることに気がついたのです。また同時にですね、聖書を解釈したり詩編などを解釈するときに、私は短歌と韻文をやっておりましたのでですね、解釈に対してはですね、勉強しておりました。それが大きな助けとなっていることに気がついた。それだけではありません。その後神様が私に本を書くことを導かれました。解釈に関して、証に関して、この本を書くことを導かれたときに、私は神様を崇めたのです。私が短歌をやっていたり詩をやっていたり小説をやっていたことが、まさに 100% 生かされることになりました。神様の言葉というのは真実です。神様の言葉に信頼して従うとき、皆さんは神の現実と神の愛と神の素晴らしさを見ます。どうぞ皆さん、神の言葉に信頼してください。それではまた明日。